夢の400キロ、目指しちゃいますよ。はいどうも、コウマ館の守護神、セーブ成功率 60% の私です。前回も触れた通り、番外編を除いてでは今回が最終回となります。約半年ちょっとの間続いたシリーズの最後を締める車は、はい、ケーニグセグのレゲイラで行きますよ。スウェーデン製の強度級スーパーカーです。いやー、プロカーの方で400キロ出る車に乗ってほしいという話をいただいていたのを思い出しまして。え？何がリベンジなのかって？はは、ついつい口が滑っただけですよ。気にしない。って言ってるそばから折り返すんじゃねえ。はぁ、はぁ、まさかやり返してくるとは思わなかった。気を取り直してコースはサルトサーキット、試験なしのレイアウトで行きますよ。それによりユノディエールは6キロを誇るストレートに、最高速を測るにはぴったり。ちなみにですが今回は一周でのお届けとなります。過去にサルトの紹介はしていますからね。加えてせっかくなのでナイトレースにしてみました。というか勝手になったんですけど。よし、それでは行ってみますよ。私には、負けられない戦いがある。そう、私はこのレースにかかって給料を2倍にしてもらうんだ。セーブ成功率 60% のやつになんで倍の給料を払うんだよ。あ、そこは乗ってあげるんですね。いっそのこと戦力外にしてトライアウトを受けさせようか。永遠制で侵略の実験に役立ててもらえれば。とりあえず6台ほどパスしましたが。なんだろう、すっごい心が痛むんですけど。まあ、そんなこと言っててもしゃあないか。どんどん前に行かないと。それにしてもこの車、パワーバンド外すと全く加速しませんよ。レゲイラはダイレクトドライブ方式、つまりギアは一足とバックしか存在しないよ。動力をそのまま駆動部分に伝えるということですし、ギアそのものがないと考えてもいいのかな？レゲイラの動力はまた勉強するとして、感覚はドッカンターボの車そのもの、2分目の加速からパワーバンドに入った瞬間は、すごいの一言、ちょうどユノディエールが来ました。ここからはノーカットでお届けしますよ。パワーバンドに入りますよ、捕まって。さ、300キロでも加速が止まりません。ああ、だんだん道の領域に、なんか周りの車が止まって見えるんですが。よ、400キロ。すごい加速だ。さすが1500馬力はだてじゃないってことだね。参考までに0から400キロまでの加速が20秒、パワーに関しては1800馬力との説も。この深い闇に乗り込まれるような感覚になるというユノディエールオンボードで、長いストレートが続くとついつい眠くなっちゃいます。その感覚ですね。地味に前に車がいます。お気づきですか？電車に気がついてラインを変える。無限に続く闇から引き戻されるような感覚です。そして一瞬右に曲がる瞬間、ベルサンヌが近いという合図となります。加速こそ凄まじい。レゲイラは止まらないし曲がりません。暗闇の中ブレーキングポイントを探ります。DS050、イムサの ZX ターボよりはかなり前からのブレーキング。後ろが来ていますが、レゲイラの長所は高回転域の加速、ブロックしつつ耐えるしかありませんね。特性のおかげで立ち上がりは全開で OK です。ここからまたしばらくストレート、速度が乗ればこっちのものだね。よーし、ここまで加速してしまえば十分十分。道幅の割に前が全く見えないんですが、まあ大丈夫でしょう。というわけで残りの時間でこのレゲイラ紹介していきますよ。ケーニグセグレゲイラ、スウェーデン製のハイブリッドスーパーカー。1000馬力を発生させる 5L V8 エンジンに3つのモーターを搭載、それがこの加速の源ね。お嬢様と一緒に盗み出したり、メイリンがひっくり返したりと、ケーニグセグの車は何かと縁がありましたね。向こうからしたら旗迷惑な話なのは言うまでもないけどね。ケーニグセグ製の車で面白いのは、基本的に自社製のパーツのみを使用していること。それはエンジンからボディ、足回りに至るまで、タイヤ以外は全てなんだとか。徹底的にこだわられた車たちはいずれも数億のプライスがつきます。おまけにハンドメイドで納車まで莫大な日数が。それでもその端正なデザイン、爆発的なパワー、最新鋭のシステム、発売された車はみんな完売していますね。そういえばお嬢様が購入を検討していましたよね。川代工務店に特注で。うん、私のあれはケーニグセグじゃないわよ。ケーニグセグよ。なるほどなった。 AZ1 も小さなスーパーカー、いい車ですよ。 ABC トリオも早30年。何かの機会があれば触れたいですね。おっと、話が逸れてしまいました。本題はレゲイラでしたね。総括するとレーシングカーを軽く超えるほどのパワーを持つ市販車ということ。出力だけが全てではないのは当然としても、やはり0100、0400まで数秒というのはロマンがあります。正直レーシングカーとは言えないですし、このシリーズで取り上げるのは少し悩んだのですが。変速のない音も特徴的だし、最新のハイパーカーも触れておきたかったんだよね。ちょうど前回で紹介するのはレーシングカーのみと言っていたんですけどね。それにこだわっていたのは、レースというものだけに作られ、役目を終えればひっそりと姿を消す。一瞬の華々しさと圧倒的に短い障害。
その儚さを紹介したかったんですよね。博物館で余生を過ごせる車はごくわずか。嘆いてどうなるわけではないですけど。と、少し暗い話になってしまいましたが優勝いただきました。シリーズの振り返りは全てが終わった時にでも、ひとまず今回は、契約更新で年俸倍増、私は夢のマイカー買うんだ。いやあ、長いようであっという間だったね。最初のブルーバードから早5ヶ月ですか。なんとか失踪せずに終わりを迎えられそうです。この次が番外編を兼ねての最終回、少し紹介からは外れた方向で進行させてもらう予定です。次回で使う車の音を取っていないから、ヒントだけ軽く口頭で言っておくよ。古くて赤くて大きな羽の似合う車、アクセルを踏むとキュッとしてドカーンってなるやつ。隕石のごとく破壊しないでくださいね。